10時見て危ねえ眩しい。何目立とうとしてんだよ。そんな目立つなよ。最後尾はどこだろう。一番後ろがどこなの。あそこに縦看板持ってるじゃん。看板持ってる人が一番最後の人。ここが最後尾。展示場から展示場正門駅の前。入場開始しております。最初の混んでるなって感じで、毎月は3月25日そうそう見てたじゃん。黄色いですすごいね。10時を回りました。入場開始です。今日は日曜日でこのぐらい混んでます。風がすごいね。風が現地に入れるかな。あれほらよくさ、いろんな展示会あるじゃん。ここでさ、こんなに外に溢れてなくても中に入るとさ、すごい混んでたじゃん。時間がどうするのかな。実際のオープンとどうしたのか。入るのに10分ぐらいかかるね。これさ、階段登る前にもさ、並ばなきゃいけないんでしょ。向こうから来た人嫌だね。うん、こっちからはなんとなく、うん、ほら、みんな向こうから来て、うん、あ、それでブルーってあっち側ばっかりだ。そうそうそう、ゆりかもめで来ちゃった人はひょっとしたら回んなくちゃいけないかな。今日はいい天気だな。
レイもさ、この車いいなと思ったらじっくり写真撮ってね、慌てないでいいから。分かった。こんなとこ迷子になんねえからさ。じっくり撮って、でよくできてるやつは印刷してあげるから。全部言える？国旗がいっぱいあるけど全部言える？あそこに国旗がいっぱいあるじゃん。お父さんも言える？うん、言える言える。じゃあ言って。日本からずっと向こうまで来る。内緒。言って、うん、日本、アメリカ、イギリス、スウェーデン、フランス、韓国、その隣のどこだ？イタリアかな？イタリア、違います。カナダです。違う違う、一番向こうからだよ。韓国、イタリア、ドイツ、イタリア、うん、ロシア、ロシア、うん、中国、カナダ、あとは違うな。あ、いた。うん、カナダ、うん、はい、はい、みんなで行かないとどういう意味？駅、うん、あもうそれ入れちゃうでしょ。
持ってる人は左、買う人は右へ、ここで分かれます。パンフレットをもらって作戦会議です。それでは。